ということで今日は、はい、ISTJ 内向五感思考決断の人だと。あ、英語は読めないんですけど、僕の読み方で言うとレンさん、はい、はい、レンさん私自身 ISTJ なので来ましたと、はい、じゃあ今日はレンさんのために、はいはい、みんな今日はレンさんシフト行くよ、はい、レンさんいらっしゃいもう今僕はレンさんに寄り添うので努力家寄り添えますか分かんない努力家 ISTJ 内向五感思考決断、一人でコツコツ努力する人、うん、強い信念を持つ真面目な人です、うん、責任感が強く頼りになり勤勉な ISTJ の人は言行一致の人ですと、うん、言葉と行動が一致の人、率直で几帳面、真面目一徹で冗談やお世辞を言ったりしません。事実に正確で細部にこだわり良心的で誠実な ISTJ 型は遊びより仕事を優先し仕事を終えてからくつろぎます。お疲れ様です。記憶力に秀でており過去の出来事を細かく思い出せます。物静かで自立しており邪魔はいらない場所で一人で過ごしたいと思っています。やるべきことを承知しており監督されたり人の力を借りたりしたくない。くつろいでいる時さえ木工や刺繍や車いじりなど手先を使った作業に没頭。読書も好きだがハイキングや釣りなどで自然に親しむのも好きです。慣れ親しんだ手順に従って物事を進めていきたいので新しいことに挑戦するのは苦手で未知なものには猜疑心を持ちます。自分は有能だと自負しているがすぐに結果が出ない変革には二の足を踏みます。未来の可能性にかけるより自分の目の前の現実を優先するため進歩がない場合もあります。論理的で客観的、そのため合理的であるものの非常な決断を下す時もあります。周囲の人間の感情に気を配らないため冷淡と思われたりお高く止まっていると誤解されたりすることも。公明正大だが感情的に訴えられても耳を貸そうとしませんと。僕とやっていけるだろうか集中力があり目の前のことに専心しひたむきなところは称賛に値しますが計画の変更が必要になっても頑固に抵抗するので要注意。保守的なのは分かりますが合理的な理由があるのなら時にはリスクを恐れず新たなことに挑戦しましょうと。恋愛うまくいくんですかね。誰がですか。 ISTJ さん仕事優先ですよね。仕事優先ですよねやるべきことをちゃんとやりましょうですよね。真面目一徹ですよね大丈夫かなレンさん大丈夫ですか。今日ちょっと冒頭は恋愛から入ったんですけど、はい、なんか日本は恋愛未恋率未恋率が高いようで、うん、やっぱりリスクじゃないですか。告白とか恋愛、はい、うん、ちょっと心配になりました。あとはその、まあ、冒頭でこの読み上げたね、うん、冗談やお世辞を言ったりしませんみたいな、うんうん、よくなんかその好きなタイプとかで、はい、岡田さんの本を読むと大体2番目ぐらいに面白い人みたいなのが出てくるんですね、うんうん、はい、面白い人なんですよ。何がですか。モテる人。モテる人はそうですよ。そうですよって言いましたね、はい、なかなか断定しない体調がそうだと思いますよ。よかったレンさんはね、はい、やるべきことはやるけど意外となんとかやります、なんとかなりますって、うんうん、大丈夫だった、はい、多分ね、うん、レンさんはね僕みたいに、うん、勝手にね勝手なんですけど、はい、恋愛強者3割には入ってないが、うん、この中間層なんですよ多分、はい、でどっかで言ったんでしょうね。告白をした。したすごいですね。いやもうこの文体とかで、はい、そうだなって思いました、はいはい、真面目な人イコール恋愛しない人とは限らないんじゃないかなと私は思いますと、うん、僕も思います。恋愛はしますよ。ただ仕事があるとどっちを優先するかですよね、うん、ちょっとやるべきことは仕事あるからその時でもずっとこの辺で考えてますよね恋愛のこと。仕事をどうやって早く終わらせるか考えてますよっていうことですよね多分、はい、そうなんですよそうなんです、はい、恋と仕事どっちが大事かなんですよ、うんうん、恋に決まってるじゃないですか、うん、
決まってないんじゃない。仕事なんてどうでもいいですよ。いや、このため恋のためなら仕事も頑張りますよ、うん、はい、どっちが大事ですかって話です、うん、どっちが大事ですか。わかりません。わからない、はい、仕事も仕事じゃないですか。何のための仕事かですよね。何のための仕事かって話ですよ。うんしか言わない。恋愛のための仕事ではないですもん。未恋の、あの結婚してない時とかですよ。サラリーマンの時は、はい、もう恋じゃないですか。恋なん、はい、結局恋なんですよ、うん、はい、すいません。ではパートナーとしての ISTJ 型、はい、よく働き真面目で信頼のおける ISTJ 型は慣れ親しんだ方法で物事を進めたがると。感情を表現するのが苦手で愛情や好意を素直に口にしませんと。やっぱ言わない、言わないんだこの人は。生産的でありたいし、うん、秩序にのっとっていたいので他の選択肢を検討するのを嫌がりますと。実務的で常識があるところ、生活を軌道に乗せているところなど褒められると喜ぶと。 ISTJ 型には日々の努力に礼を述べ、記念日にカードや贈り物で感謝を伝えるのがいいでしょうと。こういう古典的なのがいいんですね。だからさっきの仕事と恋愛どっちが大切か、はい、もう恋愛のために仕事してんだろうっていう人ですよ。ああかっこいい、かっこいい、なるほど。本当だ、レンさんはね、早く会うために仕事はさっさと終わらせる、うんうん、効率的、効率的。なるほど、うん、こういうのもあるって話ですね。仕事は適当に終わらせるじゃない。デートのために仕事は適当に終わらせて、なるほど、やれるではない、ではない。ちゃんと効率的に終わらせてですね。そう、さっさと終わらせて。申し訳ございません。そういう、その表現があったんですね、うん、ということで人間 ISTJ さんが人間関係で重視していることは、うん、忠誠、忠誠、助け合いや協力、うん、価値観が同じ。軽視していることは、これ毎回出てくるんですけど、宗教信条が同じ、スピリチュアルな絆、育児の方針が同じっていうのは、うん、別に何とも思ってないと。ISTJ さんへのアドバイス、もう少し人の気持ちを思いやり、変化には柔軟に対応し、現在だけでなく未来の可能性にも目を向けよう。ただまあ先ほども出ましたが、うん、合理的に決めちゃう人なんですよね、うんうん、だから今を見て合理的に決めるよって、うん、だから仕事の予定の入ってない時はここ何曜日だからここデートの日とか、うん、いや僕今挙げたかったのは、うん、結構スパッてできる人、スパンスパンって、うん、なんか恋の場でね、はいはい、感情的に訴えることってあるじゃないですか、うん、ごめんみたいなのを許してもらえるのかなと思って、うん、感情ってだからあのなぜごめんかを説明せよじゃないですか。それは聞かないでよ。言えないもんそんなの。それをまあちゃんと理屈で言ってくれれば許しますよみたいな話じゃないですか。そのあ何に対してごめんって言ってるのかが、僕が多分ごめんって謝るのは、うん、怒ってるからですよ。怒ってる事実にごめんですよ。怒ってるの、なぜ怒ってるかがあるわけじゃないですか。何かしでかしたから怒ってるわけですよ、うん、でそこをちゃんと、はい、理解したのかって話じゃないですか、この人たち。そうですね、うん、なるほど、厳しいですね。でまあ、そこをちゃんとこれこれこうだからごめんなさい。確かに、なんで謝ってるのか知りたいですね。でもこれ聞かれて困るタイプいますよ。言えないし、うん、なんか理屈を話そうとするとなんか涙が溜まってくるから、うん、なんか女の子の前で泣きたくないとかなるじゃないですか。だったらもう謝らんみたいな、うん、でそのだからこのタイプは何を謝ってるのじゃないですか。謝ってる理由を知りたい。でもなんかさ、そんなことで怒ってるのもあるわけじゃないですか、こっちの腹の中では、うん、でそれを説明してって話じゃないですか。こんなことで怒ってるのって言っていいの。でじゃあなんで謝ったのですよ。怒って。あーなるほどね、これは良くないんでしょうね多分。なんかこう仲良くしようとすると、まあ多分お互いの歩み寄りが必要なわけじゃないですか。必要です。歩み寄りが連鎖。そうだよ、歩み寄りだよ。だから ISTJ さんも歩み寄る必要あるけど、はい、相手も歩み寄る。あなるほど。ほら出た連さん、うん、INFP の恋人を泣かせたことがあると、うん、それで
理由を言えよ、言えて、言えと、うんうん、怒ってるから謝っただけだってそれ反省しそうなんだろうっ て, っていう話ですよね。なるほど。